君の足に絡みつくのは何劣等感、それとも不調な日々に芽生えた違和感、空虚な空気が気づけばほらうつむいて、一人持ちになっていつかの帰り道、特別なことではないさ、それぞれ悲しみを抱えてるんだよ、自分次第で君を振り返っていける、やるの心の中にも容姿が存在していて、そいつとどう向き合うかにいつもかかってんだ、そうやって痛みや優しさを知っていくんだよ、間違いなんてきっとなく一つもないんだよ、誰のせいでもないさ、人はみんな鏡だから、勇気を出して虹を描こう、途中でいくつもの分岐点に僕らは出会えたの、だけどもう振り返らなくていいんだよ、君だけの道その足で歩いてゆくんだよ、遠回りしたっていいさ、時にはつまずくこともあるさ、でも答えはいつも止めたなら